抜いていく感じですね。いなします。レッツキックス、オーズキックスチャンネルです。はい、ということで、今回も、スキル動画を上げていくんですけれども、今回やるスキルはちょっと前に上げた肩抜きの派生版、カットインですね。カットインで肩抜きをしようと、うちのスクールクリニックでは二軸のカットインと呼んでます。二軸カットインということで、その肩抜きのね映像は出しておくんで、そちらでご覧ください。あと概要欄にもね貼っておきますんで、そちらの動画もちょっと見てください。それはね縦の突破のバージョンでやってると思うんですけど、今日はカットインのバージョンでやっていこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。はい、それではやっていきます。まあ、先ほど冒頭にもお話しした通り、縦の突破の肩抜きの方は、概要欄の方で見てください。それと要領は一緒です。今度は左サイドで右足で持っていくバージョンは変わらないんですけど、右足でさらしていって相手に触れられた方の肩を抜いていく理論だったんですけど、今度は逆でカットインしていくので、左側が相手に触れられると思います。その左肩を抜いていく感じですね。じゃあディフェンスに入ってもらってちょっとやってみたいと思います。じゃあゆっくりデモンストレーションいきます。見ていただいたと思うんですけど、ちょっとディフェンス付きで細かく解説します。縦の肩抜きとは違って、中の肩抜きは二軸っていう風に説明しているので、どう二軸かというと、まずは横方向に一軸、次に斜め方向に一軸、計二軸でスクールでは教えてます。その際に本来であれば間合いが遠いところで1個2個って出していけば何ら問題ないですね。前提としては縦に圧力をかけて中に入っていく、これは前提として。でもそれだけじゃないですね。必ずディフェンスに絡まれて押されてっていう、このファイトするシーンがあると思うんで、ちょっと今ボールなしでやっていますけど、ボールを晒していきます。この一軸の時にもう相手にこう絡まれたとします。絡まれたとしたら、ここでおいってやると相手はボールないし押し返せるんで、マイナスの力が働いて吹っ飛ぶまではいかないですけど不利な体勢になりますね。それをいなします。ボールなしでいきます。縦に圧力、一軸で絡まれたら肩を抜いて相手をいなす。で、ちょっと話は変わるんですけど、この前の縦の肩抜き理論の時に一つお知らせ忘れたんですけど、家の中でこんなトレーニングできないじゃないですか。なのでご家族で一緒にできるこの肩抜きのトレーニングがあるんですよ。一つだけ、じゃあちょっと山ちゃん、はい、押してください。押して引く、これなんだ。押し相撲。あ？何押し相撲って手押し相撲相撲じゃん、もう相撲じゃん、押し相撲って。ちょっと早くしないでください。マネージャーは何を言ってんだ一体。はい、ということでちょっと気を取り直して、手押し相撲、じゃあちょっとやってみましょう。はい、手押し相撲、どうぞ。はい、はい、これね、これはファイトした結果です。じゃあ今度押してください。はい、これはファイトしない結果です、これ。はい、わかりました。これ縦軸の肩抜きも中の二軸のカットインもこれの理論、要はちゃんとエイムって言ってるんですけど、ここに照準合わせて、相手の照準合わせて、はい、ここに合わせて抜いていくっていう理論ですね。という感じでもう一回やってみましょう。はい、ということで、二軸のカットインを
やってみましたので、ちょっと衣装違う別撮りですね。エンディング撮り忘れたので、エンディング今になってます。家で練習するときは親子でぜひ手押し相撲押したり引いたりっていうね、ところそれ肩抜きに、めちゃめちゃ応用されるんで、ぜひやってみてください。ということで、チャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いします。さよなら。